って。あとね、名古屋のデブとこと黒人さんから CD もらったんだよ。その CD をなんか、俺忘れて帰ってきちゃって。謝っといてください。ありがとうございました、その説は。そういうとこあんだよ、意外と。興味ないところにはとことん興味ないんだよ。黒人さんの CD なんて聞きたくねえやって。それが素直に出ちゃったんだな。素直に。あ、みんな忘れて帰ったんだ。まあそうだよな。黒人さんの CD なんか誰も買わねえし興味ねえよな。俺悪くねえよ。な、興味あるやつの方がいねえ、少ねえだろうがよ。あれ何枚売れたんだって切れてたっつってて。興味ねえだろうと。俺黒人さん好きだけど、そんなさ、CD、なんかラップなんでしょ？ラップ。わかんないわかんない。嘘だよ。本当はね、本当は持って帰ってきたよ。俺は。今手元にあるもん。あの、とある生主から、うんこちゃん、黒人さんの CD 忘れて帰ってきたでしょ？俺ももらったからいるって言われて、俺もらって帰ってきたんだよ。みんないらねえじゃねえかよ。全員いらねえじゃねえか、結局。俺がそんで、ああ、じゃあ分かった、俺もう一応忘れちゃったからって、俺もらって帰ってきたんだぞ。本当だからな。嘘じゃねえぞ。ちょっとかけてみようぜ、今。おい、ちょっと悪い、今日なんか身内ネタで悪いけど、かけてみていいか。ちょっと聞かせてくれ。でもパッケージマジ超かっこいいんだよ。ちょ、俺黒人さん大好きだからさ、ちょ、宣伝も兼ねて。売れたら中間マージン取ろうぜ。黒人さんかもって金儲けしてこう。いいこと考えた。こんないい商売ねえぞ。ちょっと待ってね。大音量で流すわ、今から。やべえ、マジ楽しみ。悪い。テンション上がって、ルーター引っ込んでしまった。ちょっと、聞いてくれ。これはいい曲だ。聞いてください。黒人さん&抜きさんで、ストリートファイター。これマジでいい。これ聞こえる？これめっちゃかっこよくない？音ちっちゃい？聞こえる？聞こえる？マジでかっこいい。かマジでいい。これオープニングするか今度から。真面目な歌かよ。かっけゼロ黒人さんハモってる。これカラオケで歌うわ絶対今度。あーこれいいわー。
これニコラスで流そう、これ流そう。めっちゃかっけえ。うめえじゃん普通に。これみんなも買ってあげて、俺の会員抜けていいからこれ買ってあげてお願い。こんだけ楽しませてくれたら俺もお金払う価値あるわ。何が面白いって真面目にあの二人が歌ってんのが笑えるわ。これレコーディングしてんだろあの二人が。どんな顔してレコーディングしてんだよ。しかも黒人さん全部上のパートっていう。あとはもうこれ個人で聞いてください。いやマジでいい歌だこれ。俺ちょっと聞くねちゃんと。バカにしてた。練習とレコーディングの動画あるんだ。いやこれバカにしてた本当に謝ろう。いやーすげえわー。しかもさこれだったら著作権違反しても全然怒んなそうだからさ、断るごとに大事な時に流そう。なんかゲームでさパワープロとかでさ天才厳選してる時とかにさ、なんか音楽かけてえけど YouTube で見らしてってうっせえから、まあとりあえずこれかけとくかみたいなさ、都合のいい女みたいな感じでさ断るごとにこれかけるわ。売り上げに貢献しよう。ジャスラックに登録されてねえからバレねえだろ多分。いやマジでいいぞこれ。タイトル国抜きストリートファイターズ。絶対カプコンに黙ってるよなこれ。これ絶対カプコンにさ申請してねえよなこれ。すげえわマジでこれ。いやーすげえなー。やっぱこういうなんかさ人から笑われるようなことしてよな。俺もなんか CD 出したくなったわ。精進します。11,500円結構高え。いやー、まだまだだな、俺は。日々精進するわ。情けなくなった自分が。なんか、たまたま呼ばれた町会議とかでちょっと、小池百合子と会ったぐらいで浮き足立ってたわ。国抜き王国が教えてくれた俺の伸びた鼻を。まさか黒人さんがやっぱ先輩だな。うん。何曲入ってるか教えてあげようか。一曲だけだよ。しかも6分ぐらいのクソ長い動画、ずーっと同じメロディーが6分ぐらい続く。最高の CD だこれは。マジで大事にしよう。本当にこれ大事にしよう。